劇団四季の、名古屋公演本部で営業を担当しております岩月亜美と申します。よろしくお願いいたします。今日は朝早い時間から皆さんにお時間いただきましてありがとうございます。今日は、皆さんが多分表立ってご存知の劇団四季というものの劇団四季のいろんなお仕事とあと劇団四季の作品について、お話しできればと思いまして、お時間頂戴しました。よろしくお願いいたします。劇団四季の舞台を生でご覧になったことがあるかと思います。ありがとうございます。劇団四季は皆さんおそらくミュージカル劇団としてすごく知っていただいていると思うんですけれども、代表作としてはライオンキングだったりキャッツだったり美女と野獣今名古屋でやってますね。あとオペラ座の怪人とか比較的、皆さんに知っていただいている作品は多いんですけれども、一番最初の本当の大元は今から、61年前ですね、去年創立60周年を迎えましたので1953年の7月14日に、10人の学生からスタートした劇団です。もともとはミュージカルをやるための劇団ではなくてフランス演劇を、ストレートプレイというんですけれどもミュージカルではなく普通のお芝居をやるために、誕生した劇団です。